大注目、起業するだけで3500万円を融資してもらえる制度がある。しかも決算書と保証人の必要なし。なのに起業する人の 99% が知らない制度。もったいない。人生最大のチャンスかもしれないので最後まで絶対見て。今回紹介するのはスタートアップ創出促進保証。創業前の人、創業して5年未満の人なら誰でも申請可能。しかも保証人は不要。これすごい。一般的に企業目的の融資は経営者個人が会社の連帯保証人になって保証債務を負わないといけない。つまり会社がお金を返せなくなったら会社の代表が返さないといけないってわけ。でもこの制度だと会社が潰れても経営者がお金を返す必要がない。リスクが減る分気軽に起業ができると言える。条件はこちら。1、専用の事業計画書の提出が必要。2、自己資金が借入れ希望額の10分の1必要。3、起業して3年目と5年目に中小企業活性化協議会のガバナンスチェックを受ける。メリットが大きい割にそこまで厳しい条件ではない。自己資金は現金のほか、有価証券や不動産も OK。注意すべき事業計画書の作成は、一人経営者だとかなりハードルが高い。なので専門家に相談することをお勧めする。気になった方は補助金を宅に問い合わせてね。